皆さんに水平思考がうるさい。今回は皆さんに水平思考クイズをやっていただきたいと思います。水平思考クイズ、通称ウミガメのスープというものなんですけども、回答者が出題者に Yes No 関係ありませんのいずれかで答えられる質問をしていただきます。その回答で答えを導き出してください。やってみた方が分かると思うので、とりあえず第1問いってみましょう。はい、それでは第1問、タイトル銀行に来た男。ある男が銀行の前に車を止め、銀行の中に走り込んだ。男は25人を動けなくし、200ドルを持って銀行を飛び出した。一部始終を見ていた警官が男を呼び止め、そんなことをしてはいかんと叱咤した。だが警官はすぐに男を解放した。なぜだろうか。はい、はい、質問してね。質問ありますか。ないです。ないな。あ、はい、質問です。はい、なんで警官は男を解放したのですか。それが答えになるな。はい、その男は関係者ですか。銀行の、その男、銀行の関係者ではありませんね。はい、200ドルは、はい、自分の、通帳の中から出しましたか。おそらく自分のものかな。動けなくしたをどうするかな。男は25人を動けなくし、200ドルを持って銀行を飛び出した。25人、はい、はい、いや、じゃあ25人動けなくしたっていうのは、走り込んで列の割り込んだ。いや、俺もそうやと思った。けん、うん、割り込んで早く金を用意してくれって言おって、うん、そいつが乱暴にやるけん、警察が来たけど厳重注意みたいな感じで終わった。終わったんじゃない。惜しいっちゃ惜しいね。警察がすぐ解放したのは、警察もお金欲しかったけど、そのお金、その男が半分ぐらいお金くれんかったけん、じゃあもう諦めるわ言って逃がしたんで、そういう感じではないです。あ、違った。男性は、男は25人を動けなくし、その25人も意味がある。25人に意味はない。ないよ、たまたまさんに。この数字は意味ないです。物理的に動けんくした。物理的に動けないです。あ、拘束されてはないよね。拘束されてない。でも物理的に身動き取れるのはどういうことだ。え、その待つとかいう考えは一回なくさってから、ね、待つじゃないな。待つじゃないな。25人は、銀行の関係者ですか。銀行の関係者で、多分全く関係ない25人です。ただそこにおっただけ。なんで全員道端の人25人。あ、そもそも道に止めたけん。後ろが積んでるってこと。銀行の外側の人が25人。中とは言わんかった、はい、今。お、外です。ああ、そういうことや。やっぱ外の人間です。え、じゃあもうできたよね。じゃあ違法駐車。え、違法駐車や。違法駐車。道路が。なるほどね、分かった。何の目的でお金を下ろしたかっていうのはもう関係ないっていうことよね。やけん、道端に止めて急いでお金を取りに行って、うん、でその止めた車が邪魔やって警察が来たけど、すぐ男も出てきたけん厳重注意で終わった。正解です。そ、迷惑や。まあ、正確な回答文は、男は200ドルを下ろすために銀行の前に車を止めた。そのせいで渋滞になり、後ろの25人のドライバーが動けなくなってしまったため警官に怒られた。へぇー、渋滞油は駐車場止めよ。2問目。はい、タレーン、いきます。タイトル理想の卵サンド。うわ、はい、はい、ローソン。ローソンが美味しい。美味しい。ローソンの卵サンドが一番うまい。そうなの。うん、正解にして。じゃあ正解にする。よっしゃ。卵サンドは、拓郎さんの大好物。誰中でも一番好きな卵サンドを出すパン屋に向かった拓郎さん。はい、
すると売り切れの札を見て喜んでいる。一体なぜ？え、はい、もう分かった。はい。え、人気になってくれたから嬉しい。あ、自分が最後の一個兼ねてるやつ売り切れた、ラッキーまだ残っとった、イエーみたいな。違う。違うだけ、もう行ったら売り切れとった。そう、パン屋にで喜んでるやろ。パン屋に向かった太郎さん、売り切れの札を見て喜んでいる。一体なぜ？有名になってほしかったから。そのパンに有名になってほしかったから。これが問題。それは卵サンドの札じゃなかったから。そもそも卵サンドの欄が売り切れではない。いや、卵サンド自体がもう売り切れたのかな。売り切れですね。質問してないかな。そのパン屋さんは空いてました？そのパン屋自体は開いてるのかな。多分売り切れ取るだけやろ。それが喜ん、なんで喜んどるんですか。それが答え。そんな答え、ね、卵サンドの売り切れの札を見て喜んだよね。うん、やった、売り切れ取るやんってなってます。自分がお、そういうことか。そういうことだ。自分の中で一番自信があるやつが売り切れたけん嬉しいみたいな感じ。そういうことだ。え、そう、正解です。うわ早い、やば、正解です。自分の向かった店とは理想の卵サンドを提供する自分の姿、はい、おお、そういうことです。うわ、ケースも自分のお店やったけん、やった、売り切れとるやんってなったってこと。パンってこと。さすがパン屋の息子。以上、ゆいがのつおんでした。バイバイ。